と、いろんな意味でスタートしてまいりましたが、ちゃんとご挨拶しよう。1年ぶりに皆さん戻ってまいりました。こんにちは。こんにちは。ちょっとごめんね、マイクの機材は何かあるかわからないけど、こんなの初めてですけど、最悪マイクがダメにも生声でいきますから、すごい、こんな感じで、私たちは、バルーンのイベントにて20回以上やらせていただいてますが、初めて見る方もまだまだいらっしゃると思うので、今のようにウィーリーやジャックナイフ、いろんな技をやるんですが、競技では黙って応援したり、いろんなことがあって、今日は皆さんとお祭り盛り上げて、バルーンの高さまで飛べるか分かりませんが、拍手があれば彼が飛ぶと思います。よろしくお願いします。ただね、疲れてくるとこういうウィーリーにもなるんですよ。ただ拍手があれば、拍手拍手、さらに拍手があれば、そして本田選手も来るはずです。もうちょっと若干バテてるけど、ボビーがさ、もうなんで今日こんなに暑いの。よいよいよいよ、よし、これぐらいウィーリーを長くやるとね、後ろ胸筋熱持ってやりにくいんだけど、じゃあここで本田くん、俺できるかどうか。拍手があれば、俺たちにリハーサル打ち合わせはない。ない。お前ほどはいかないけど、二人揃った。まあやりましょう。拍手はないけど。失敗した時は目の前にす
距離ありすぎてるのと気温が暑いからブレーキ全く効かないよ、ね、効かないよね。でもあなたなら拍手があればちょっとね、どうなるかな。じゃあまずは片側から行ってください。回数少なめで一発で決めてあげてください。さあ小林がここまでやった。でも、本田選手はここの
は疲れてるはずです。いやここまで限定まで0年というか、これぐらいね。
ありがとうございました。